株式会社東海銀行は、かつて存在した、日本の都市銀行。2002年2月に、三和銀行と合併し、UFJ 銀行となった。なお、UFJ 銀行は2006年、東京三菱銀行と合併し、三菱東京 UFJ 銀行となった。現在の三菱 UFJ 銀行に至るまで、現在の東京証券取引所と名古屋、証券取引所に上場していた。 東海銀行は1941年に愛知銀行、名古屋銀行、伊藤銀行の産業が合併して設立。中京圏に本店を置く唯一の都市銀行であった。愛知県に本店を置く戦後地銀が新設されなかったため、名古屋財界においてご設家の一員として影響力を持っていた。全般的には、 都銀中異業で推移し、また東京進出もバブル期に不良債権を築き上げただけであった。都銀各校がメガバンク再編に向かう中、結局2002年1月三和銀行と合併し、株式会社 UFJ 銀行となった。本店は愛知県名古屋市中区金3丁目21番24号にあった。銀行合併の遠隔株式会社愛知銀行は、 終わり徳川家に関係の深い合唱、祖宝家の発起により、1896年3月に第11国立銀行と第134国立銀行の2行が合併、両行の営業を引き継いで設立された。1914年から1918年の間に、赤戸銀行、市の宮銀行、東美銀行、大垣銀行、北方銀行、 美和島銀行を合併している。株式会社名古屋銀行は、1882年7月に名古屋区長吉田六財の呼びかけで有力実業家十人の発起により設立された。1907年からの10年間に、津島銀行、笠松銀行、金城銀行などを合併している。株式会社伊藤銀行は、名古屋の不合伊藤家の金融事業に橋を発し、 1881年6月、名古屋最初の私立銀行本店として設立され、いわゆる伊藤財閥の中核として機能した。1938年と1939年に中野銀行、千田銀行を合併している。上機産業は中部圏の商工業の交流、他銀行の買収、合併などによって着実に業用を拡大し、1940年末における、 愛知銀行、名古屋銀行、伊藤銀行の預金量は、全国普通銀行292行中それぞれ、第10位12位32位であった。1941年6月、政府の一県一行主義の方針に従って、上記の産業が新設合併し、資本金3760万円で、株式会社東海銀行が設立された。当時の業用は、 預金8億9300万円、貸出資金4億300万円、店舗数141家店、従業員3468人であった。その後、東海銀行は銀行業整備の国策に基づいて、1945年に中央新宅、新宅部門の営業を譲り受け、同時に愛知県内の岡崎銀行、稲沢銀行、 大野銀行の地元銀行を相次いで合併し、県下唯一の本店銀行となった。設立後終戦までの動向は、中部圏の地場産業等に対する戦時統制の制約を受けながらも、預金、貸し出しを順調に拡大させた。戦後の復興期においては、旺盛な産業資金需要を円滑に供給するという使命のもとに、預金の獲得に注力した。 1949年6月には、同行独自の有馬資金付き定期預金である、ミリオン定期預金を販売した。一方、融資面では、地元産業の復興、育成を強力に推進するとともに、東西の支店においても、積極的な融資活動を行った。また、1949年11月には、外国為替管理法の制定に伴って、 公衆外国為替銀行の認可を受け、外為業務を拡大させた。1954年3月には、同行初の海外拠点として、ニューヨーク駐在院事務所を開設した。1959年9月に、東海地方を遅い死者、行方不明4,400人余り、総額約5,000億円の被害を与えた伊勢湾、台風は、同地域を地盤とする東海銀行にも店舗冒頭で、 大きな打撃を与えた。同行では、急減非常対策委員会を設置し、救援物資の教室など被災者の援助に努める。一方、業務面でも、災害関係特別融資を実行するなど、中部経済圏の復興に奔走した。日本経済の高度経済成長期、東海銀行は、融資構造を産業構造の変化に適応させると、ともに、中小企業金融や、 個人取引の充実に努力した。個人取引に関しては、1961年に、ミリオンローンの取扱い開始を皮切りに、耐久消費財関連のローン制度、住宅ローン制度の整備などを進めた。また、顧客の多様な金融ニーズに応えるため、1968年株式、会社ミリオンカードサービス、翌1969年セントラルリース株式、会社など、 相次いで関係会社を設立した。海外部門では、1963年8月にロンドン支店、1965年3月にニューヨーク支店を開設したのを、はじめ、1974年3月にはロサンゼルスに初の現地法人歌手東海銀行を設立するなど、業務の拡充、海外拠点網の充実に努めた。一方、事務面では、 1970年2月のキャッシュディスペンサーの設置、翌1971年のオンラインシステムの導入など、顧客の利便性向上、事務合理化に努めた。また、1962年12月には、大倉省の信託分離方針に従い、信託部門営業を中央信託銀行に譲とした。日本経済が2回のオイルショックを経て、安定成長期へ移行する中、 各銀行は多様化する金融ニーズへの対応に注力していた。東海銀行でも1982年4月には金の店頭販売、1983年4月には長期国債の販売、1984年6月には公共債ディーリングなどを開始。法人部門では1983年11月の東海パソコン情報サービスをはじめとする。 ファームバンキングの充実、1988年2月初の法人取引店舗である麹町支店の開設などを実施した。個人部門では、1978年8月に東海カードローン、1984年12月にトヨタ製協と日本初のバンクポスの取扱いなどを開始したが、利便性に欠けるところがあり、普及には至らなかった。 海外部門では引き続き業務の多様化、支店、駐在員事務所の拡充に努め、また、1992年の EC 統合を睨んで、1989年に、ロンドンパリなど、ヨーロッパ5市場に株式を上場した。事務面では1988年9月に、第3次オンラインシステム、ツインズ21をスタートさせた。また、1991年6月に、 創立50周年という大きな節目を迎える中、これを機に業務関連事業と社会関連事業の2つの記念事業を展開した。業務関連事業では本店と全営業店をリアルタイムで結ぶ銀行開発の衛星通信システムスワンを導入。社会関連事業では美術品の展示、文化遺産の保護、コンサート開催などを通じて、 地域文化の発展に努めた。1975年5月に東海財団、1983年9月に東海銀行国際財団を設立するなど、早くから社会貢献活動を重視し、1992年6月には社会貢献活動推進室を設置するなど、その充実に努めた。バブル経済の崩壊は首都圏にて、 積極的な営業展開を図っていた東海銀行にも経営の転換を迫らせた。1991年10月には3は信用金庫と合併し営業基盤強化を図る一方、1992年4月には第9次長期経営計画をスタートさせ生き残りをかけた不良再建処理を進めていく。しかし、その間、 東海銀行秋葉原支店不正融資事件が発覚、バブルの暗部が徐々に表面化していった。なお、この事件では日銀貸し出し1000億円回収事件が派生している。1998年3月には合計6000億円の公的資金受け入れを余儀なくされる。こうした中、もはや単独での生き残りは困難と考えた東海銀行は、 1998年9月、同じく地銀的性格を持つ、都銀会業であった朝日銀行と2000年10月を目処に持ち株会社方式の経営統合で合意2001年秋には地域別に銀行を再編し、さらに賛同する地方銀行を組み合わせ、マルチリージョナルバンクを目指す方針を立てた。東海銀行が朝日銀行をパートナーに選んだ理由として、 規模的に大差がないことに加え、朝日港内が旧埼玉銀行系と旧京和銀行系で人事構想を繰り返しており、東海銀行で主導権が握れると考えたためであった。1999年8月に第一、官業銀行、富士銀行、日本工業銀行による産業統合、続く同年10月には桜銀行、住友銀行の合併が発表され、 企業グループの枠を超え、急速に、都銀上医業のメガバンクへの再編が進む。両校の交渉が長引く中での相次ぐ、金融再編で、東海、朝日連合は、規模的に、中途半端となっていた。こうした、金融再編に一人取り残されていたのは、その強烈な興風が、世間の反感を開拓を校から避けられていた、三は銀行であった。再編に乗り遅れた。 三和銀行は首脳人が同じ名古屋大学出身であった東海・朝日連合に急接近する。東海・朝日連合もスケールメリットを希求する中で2000年3月この産業による持ち株会社統合を受け入れることになった。東海銀行にとって三和銀行は1.6倍の規模を持っていたが朝日銀行と組めば主導権を取られまいと考えていた。 しかし、三和銀行は経営の迅速化を名目に産業の合併を主張し始める。また、営業政策でも、欧米のリージョナルバンクを模範とする、地域密着型の戦略を重視する、朝日銀行と、統合によって自己資本を充実させ、国際業務や大企業融資を重視する、マネーセンターバンク戦略を重視する。 三和銀行の新銀行戦略との隔たりは大きかった。経営主導権を三和に握られることを、嫌った朝日銀行は2000年6月に構想より離脱する。結局、三和銀行と東海銀行の合併という形になり、存続会社も新銀行代表者も存続する、環状形システムもすべて三和銀行が主導権を握った。東海銀行は唯一、 本店所在地を確保したのみであったが、その本店に置かれる窓口は名古屋営業部、東海公務部として本店を称さないものとなり、事実上の機能は三和銀行東京本部に置かれ、課税文書作成地は旧三和銀行本店とされた。また、持ち株会社である UFJ ホールディングス社長ポストは獲得したが、後に臨番で担当する。 全国銀行協会会長ポストは新銀行代表者である旧三和銀行側が抑えた。実態は東海銀行が最も恐れていた九州合併であった。こうして2002年に三和、東海両行は合併し UFJ 銀行が発足したが主導権を握った旧三和側は緑化作戦もしくは緑一式作戦と称して旧東海側を放築し、さらには 愛知県の店舗を中心に旧東海側の支店を30店舗以上統廃合した。こうした動きは名古屋財界の品宿を買う結果となり、さらには UFJ 側が旧東海銀行の取引先であった名古屋を中心とした地元企業、特に中小企業への融資に消極的になり、逆に地元地方銀行や信用金庫などが 積極的に取引先の拡大を進めた結果、多くの地元企業が融資元を変更するに至った。これは、地元地銀や新金などの地域金融機関と UFJ 銀行の当該地域での融資残高の増減現象を見れば明らかである。また地元の都市銀行が消滅したことにより、地銀や新金を取引金融機関とした企業が国際化の中、 海外に進出するのに問題を生ずるようになった。それは、地銀や新金には海外の視点がほとんどなく、海外に進出する場合、当地での金融取引及び情報収集にも、急するようになったからである。この吸収合併が生んだ、当該地域での損失といえよう。その後、UFJ 銀行は、派閥構想や金融庁特別検査による、経営陣人退陣など、 経営面での混乱に加え、金融再生プログラムに基づく巨額の不良再建処理を行った結果巨額の赤字を計上して経営が悪化。最終的に2006年、東京三菱銀行に救済合併される形で発足からわずか4年弱で消滅することとなる。なお、後々の2006年に東海銀行の系列審判であったセントラルファイナンスが 三菱東京 UFJ 銀行から離脱し、三井住友フィナンシャルグループと三井物産が獲得するお家騒動が起きたが、同社の取引先仲介などから三井住友銀行を名古屋県へ本格進出させ、営業拠点の新設を一挙に広げた円因となっている。また、UFJ グループの証券市会社再編時に旧三和系よりも規模が大きかったため、 東海東京証券は合併対象に含まれず UFJ グループから分離独立し現在も旧東海銀行系の経営陣の金子や地域での営業に力を入れている。東京営業部、東京本部が入居していた朝日生命大手町ビル。1959年に千代田生命保険、千代田火災会場保険、当面と提携以降この4社に 中央信託銀行を加えた金融5社で、札機会を結成していた。しかし、構成した5社が、いずれも単独では生き残れなかったため、現在は、実質消滅している。ありがとうございます。